本当はお父さんさ、生クリームとか入れて作りたかったのに、お前。魚ポテト系ね。材料紹介です。とろけるチーズ、たら、ゴーゴーソルト、にんじん、玉ねぎ、じゃがいも、にんにく、ブラックペッパー、オリーブオイル、バター、小麦粉です。キッチンペーパーの上にただゴーゴーソルト入れます。
実食じゃん。今日の飲み物は見えてるな、ちらっと。はい、ミックスキャロット、オレンジなやつ、行ってみよう。よし、じゃあ行ってみましょう。ゴー君の大好きなタラ、何番目だろう、これ。4回目ぐらい。タラもう5回ぐらいやった、わかんねえな。8か9、そんなにやったかな。じゃ行ってみよう。自分の帰りでございます。まあ、いつものね、オンザポテトにちょっとこうトッピングが多いね、今日は。なんかいいコーオンザポテトだな。行ってみよう。フォーク向き逆よ。そう、すきすき刺して、そう。分かんない。ちょっと待ってね。レクチャー終わりました。はい、行ってみましょう。ぶっ刺して、はい、はい、おいいね。食べてみましょう。タラが一番目が。タラ一番好きなんでしょ、ゴー君。あと何ヶ月食えるかな。よし、行ってみよう。ポテトも美味しいと思うよ。グラタン似合いそう。え、グラタン食べたかったの？本当は父さんさ、生クリームとか入れて作りたかったのに、お前嫌だって言うからさ、急遽変えたんだけどさ。入れてもよかった？入れない方がいい。タラのクリームに美味しくなかった？どう今日の？うまい。数が少ないと俵よう出る。うん、もう俵よう出る最後だ。よし、食べちゃいなさい、買ったら。人参とかジャガイモにタラの旨味が染み込んでますか？お魚の旨味ってね、そのいいよね。通りだ。タラもカリッとホワッと仕上がってるでしょ。うん、これは熱そうだな。ちょっと大きいかもしんないぞ。ちらっと骨が見えるかもしれないな。違うかな、違うか分かんないけど、まあ大丈夫だよ、食ってみろ。
骨あた、うん、キムチの穴からな、うん、大きな骨だからすぐ分かるよ。うめえ。魚では鮭の次にタラが好き？同じぐらい。うん。今思ったら、うん。寿司屋で、うん。タラね。タラってあんま生食しないんじゃないかな。この間銀だら生で食べたね。うん。また今度聞いてみる？お寿司屋さんで。うん。ね。さっぱりしすぎちゃって乗りにくいかもしれないね。寿司でも美味しい。うん。と。害はあるのかな。あるのかもしれないし。どうすか、ゴーさん。完璧今日は。ゴーゴーソルトだけだけど味付け。あとブラックペッパーね。あとバターか。うめうめくご飽きる。疲れてんのちょっと。夜だからね。そうっすか。これおすすめ。ちょっと今日手込んでた。うん。ちょっと最近手抜きだったからね。みんなもぜひ工夫をしてみてはどうでしょうか。じゃあねー、バイバーイ。